え？あ、合ってるこれ。合ってる。じゃあ、なんかマスタードみたいな。なんかすげえ。え、これ合ってるのかな。何してるの。いや、あの予告でもあった白髪染めがついに。ついに。ついに。いや、そうなのよ。ちょ、まあなんかあの、まあ今ちょっと分かりづらいかもしれないけど、でもちょこちょこあるのよね。なんかあの、うん、ちょっとキラッて光くん。意外とそうだね。そう。前の方まで来てるもんね。そうなんだよ。なんか沖縄でやられたんだろうね。かなぁ。なんか急に、うん、なって。いや、すごい。なんかだから意外と色素に弱かったって言われちゃった。そういう。なんかね、じゃあ、まだやっていこうかな。うん、これ合ってるの？やり方がマジで本当に初めてだから、これ。染めんのが。うん。もう染めたことないよ。あ、一回だけ、白髪染めあるわ。うん。あ、ちょっと、あの、途中で言わないで。全然、ついちゃったんちょっと今。全然、言いながらで。うわぁ。伸ばすんか。あ、こうか。違う。あ、こうだ、絶対。よくこうやってやってるイメージ。あ、いいね。ほら。お前、一回だけ、なんか、うん、襟足のらへんがめっちゃ白くなって、うん、でもなんか一回染めていこうね。襟足？そう、後ろだったから、うん、もう全然気にしてなかったんだけど、うん、めちゃめちゃ白髪になってて、あーなんかあんのかな、うん、なんか急に時期来るのかな、そういういつか。めっちゃいいじゃん。いい、もう濡れてるかな。濡れてる、一気に父親みたいな。すごい。いいね。もっと足してったら、あ、そうだ、これ絶対少ないよな、こんなんじゃないもんね、うん、ここに行くのか、うん、そんなプシュって出ないんだね。ね、ネチ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 ってナチナチナチューっつって、ナチュ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 ーっつってなかった。こう、どうしようかな、なんかちゃんと全体的に SND の元懐かしい SD のな、多分 SD のナチュね、いたね。いやこれだ、こっち、あ、なんか濡れてねえな。あ、めっちゃ老けた。うそ、うん、一気に、うん、やだな、老けんの。まあでも、だ、若いうちの白髪染めよ、もう完全に、うん、この年ってどうなんだろうな、実際どうなんだろう、まあこれぐらいはあるんじゃない。みんな白髪とかあるのかな。すっげ、時期とか。なにこれ、めっちゃいいじゃん。いいね、たまんないね。すっげえ。めちゃめちゃいいよ、なんか、うん、この沖縄スタイルでやってるから、ちょっと。あ、そうなの。うん、あの、沖縄ぶりの、これ久々に来たよ、だからこの。すごい、コントでやるザ・オヤジだよ、これ本当だよね。うん、社長、なんだろう、部長みたいな、うん、感じ。うわぁ、すげぇ黄色なんだな、うん、ね、その段階だと大丈夫なんだろう、信用していいんかな、黄色。でもね、その塗ってさ、うん、慣らしてったら、うん、黄色じゃなくなってんのよ。おぞ、消えてってる。消えてってない。あ、消えてて、あ、後ろ塗ってねえやん。あ、やばい、後ろ塗る。あ、塗ってもらっていい。うん、なんまなんとなく、まあ、ちょっとチクチクチク、黄色いな、うん、はい、いけてる。うん、かっけえ。いい、なんか確かにもうコーティングされてる感じがするね、うん、なんかあの頭がかっこいい、メッシュみたいになってる。あ、マジか、うん、いいね、メッシュ、メッシュ多い、うん、あ、でももう黄色なくなっちゃった。意外とそういうのはすぐなくなってくるんだな、やっぱ。あ、そうね、そこら辺とかもね。そう、このまあでもこの辺は別に白くないけど。あ、白くねえのか、うん、まあでもあんまムラつけてやるもんじゃないもんね、こういうのってね、うん、やるならずっとおでこについてるけど、それ大丈夫。ここ黒くなっちゃうから、やばいかな。やべ、どうしよう。あ、でもいい感じじゃないですか。うん、結構だいぶね、こっちがちょっとただ意外とあった気がするんだよな、なんかな。でもこんなんで本当に染まんのかな。染まるよ。すごいな、これ。いいんじゃない。で、放置じゃん。放置。うん。放置タイム。これちょっとすっげえ。
なんか不安。大丈夫？うん。放置ライフ満喫してるね。うん、有意義だね。有意義な時間だね。これはなんか大人になった感じすんな。する？あれちょっとん黒くなってきたね。え、染まってる？おでこちゃんと。おでこ？うん。シミみてえな、なんか。シミ？待って、見ていい？黒いの全然。ん？あ、いやいや黒くなってんじゃんか。うわ黒くなってる。おやば、あとでも2分ぐらい待たないと。やべ、どうすんの、染まっちゃわない、ま、これ大丈夫じゃん、洗い流せばいけるかな。うん、うわ怖え、マジかよ。どうしよう、ここ黒くなってたらずっと、ね、ちょっと洗い上がりが楽しみだ。うん、楽しみ。ちょっとこっち見て。この辺がなんかムカつくんだよ。誰ムカつくって。この前に来てんだから。何がムカつくの。いいじゃん。落とす？落とそうか。うん、まずなんかぬるま湯でみたいな。ああ普通にいいかな。うん。そう。いい、ね。ここに来たの。沖縄のあの。うん。沖縄セットが生きてきたよ。沖縄セットだねこれ。うん。これでまあじゃあこっちで。うん。まだね、うん、遅いかなって。染まってる感じする？する。マジでないよ、あの白いの。マジでない。テカテカだな。ポマド見たの？いや、ポマド見たの。ほんと？うん、すごい。あ、黒いわ。え、汁？汁黒い。そう。あ、黒いの見た。黒い。うわ、黒い。黒いわ。ちゃんと終わったら湯船も流してよ。ああ、流す。すごい、新鮮な。大好き。うわー。黒い。黒いな。え、いつまで落とすんだろこれ。黒汁が落ち着くまで。そうか。黒汁が落ち着いたらシャンプーって書いてある。なるほど。落ちちゃうらしいよ、いきなりシャンプーやると。ああ、なるほどね。うわー、染まってね。染まってないから。なんかちょっといい匂いする。ちょっと。うん。美味しくなってきてる。あ、そういうなんか香ばしいとかじゃないんだよ。あ、違うよ。甘い匂い。甘いんだ。飲み込まれたのかな。どう黒汁。あ、でも結構黒汁なくなってきたかも。そう、黒汁目に入ってたらやばいらしいから。いや言えよ先に、お前それ。いやそれ先言ってよお前。いや先よ、めっちゃ消すわお前。黒い黒いって言ってたから。黒い黒いって言ってたんだよ俺。ダメじゃんかお前、先言えよそれ。バカかよ、マジで。絶対ダメだよ。あ、でもね、そんな黒い土ないね。なんかね、落ちてきた感じするね。うん。ああ。シャンプータイム。シャンプータイムだね。あ、濡れちゃった。シャンプーとか。あ、そう、スパイディーの。あ、スパイディーの。スパイディーでいいよ。はい、それ。そんなプッシュすんの？え、なんか一応あの冷たいから。ああ。そう、多めのがいいんだから、こうする。なんで、まあ2回シャンプーみたいな感じだった。あ、そうか。しっかり。別にそれでいいのか。うん。もう普段2回やっちゃおうわ。あ、そういう系やったら。うわ。あ、もういつもの匂いするわ。するね。
一旦そうするか、うん、沖縄思い出す。うわ、泡黒い。泡黒い。うん、やべえな。うわ、黒。マジか。あ、そんな違うんだ。やっぱ落ちてるというか。うわ、下とかすごいよ。そう、うん、ちなみにあの汁入ってたらダメだから、目開けちゃダメだよ。だから言えってだから先先言うんだよ、それだともうでもさっきもめちゃくちゃ入ってんだから危な、うん、白目なくなるよ。やだ、マンティスみたいになっちゃうよ。マンティスいいじゃん。やだよ。あ、それがネビラそうだね。やだ、黒目結構いるな。いるわ、黒目いっぱいいた。いやー、結構いい。いや、すごいね、うん、めっちゃこっち見たじゃん、今。えこっち見た。いや、開けんだって。いや、呼ぶから、呼ぶから開いちゃう。いやー、あ、でもいい感じじゃない、これで。うん、すっきり。さ、このスタンプですごい爽やか、やっぱ。うん、気持ちいいね。めっちゃいいよね。うん、これめっちゃいい。マーロー、マーロー気持ちいいです。あのマーロがさ、うん、差し入れてくるやつが、うん、全部ちゃんとボトルだから、うん、ボトルめっちゃ溜まるっていう。確かに。いやでもボトルがこれ大事だからな。まあね、スパイディーとか。そう、でもほぼスパイディーだよね。熱風の時もあったけど、うん、まあそうだよ。スパイディーがキャップかとか、うん、が出たね。よし、いいんじゃないでしょうか。お、ちょっとお湯止める。うん、うわ、ちょっと待って、湯気が白いんで黒くなった。あ、でもおでこは大丈夫だ。あ、なくなった。さっきのは大丈夫で。あ、でもマジないんじゃん。あ、マジで、うん、本当に。あ、染まってんじゃん。え、マジで。ないない、すごっ。いいね、染まったかな。染まった。服か。さすがにこのままじゃちょっといらないんだけど。太郎、白髪を染めるでした。はい、ちゃんと染まったかどうか今後の動画を見てください。よかったらちょっとそれで経過を、ね、経過見てもらったら。泡だらけじゃん。うん、だ、あ、ダメだ、全然全然まだちょっと風呂入るわ、ちゃんと